なんだ、兄様。今日は兄様に見せたいものがあるんだ。あ、ちょっと待っててくれ。やっぱなし、忘れてくれ。どうだ、これで水着だ。こないだ見たいとか言ってなかったか。まあ言ってなくてもいいんだ。これはお詫びだ。兄様はマニアックだからな。前に買い物に付き合ってくれたのに、結局悪魔が出てきて行けなかっただろう。だからこれはそのお詫び。 あんまりジロジロ見るな、兄様のバカ。うわっ、突然何を言い出すんだ。写真撮影まではまあわからんでもない。いや、わからないけど、兄様はなぜ学校のプールに忍び込んだんだ。不登校を決め込む私への嫌がらせか、嫌がらせなのか。聞けよ。うい、なぜこんなことに。いいのか、本当に。攻め。こんな感じか。最高って、なんか気分が乗ってきたぞ。よし兄様、どんどん来い。なぜ私はあんなことを。また兄様に恥ずかしめを受けてしまった。兄様が時々おかしくなるのは何なんだ。しかし、まあ、なんだ、これも兄様との思い出が一つ増えたとポジティブに考えるとしよう。夜だから誰にも見つからなかったし、分かってるだろうけど、他のやつには絶対見せるなよ。大活躍でしたね。兄様はパッキーゲームをやったことはあるか。いや、たまたまネットでパッキーゲームの動画を見かけてな。恥ずかしながら私は存在自体知らなかった。パッキーは私のフェイバリットお菓子。パッキーについて知らないことがあったなんてショックだよ。何、今からか。わかった。今からパッキーを持ってそっちへ行くから、ちょっと待っててくれ。
よし、準備はできたぞ。なんかドキドキするな。さあ始めるぞ。はん、思い出してドキドキしちゃいそうだ。いい思い出、それはそうかも。兄様との思い出か。うう、ダメだ、まだドキドキが止まらん。世のパッキー愛好家たちはみんなこの試練を乗り越えてきたというのか。パッキー、なんとほろ苦くも甘酸っぱいお菓子。じゃあな、兄様。お帰りなさいませ。なあ兄様、兄様は私に外に出て学校に通ってほしいのか？私と一緒に？バカバカ、いきなり何言ってんだ。いきなり登校は心の準備が必要だから、まずは人気のないところで試させてもらえないか。あの、兄様も一緒に。私だって兄様と一緒に登校したいんだからな。今日は大変でしたね。兄様を呼んだのは他でもない、兄様のゴーグルをパワーアップしてやろうと思ってな。何、任せろ、メカは大得意なんだ。動くなよ。動くなってば。じっとしてろよ。よし、完了だ。なかなかいい感じになったぞ。心なしか兄様の顔も普段よりイケメンになった気がするな。また気が向いたら改造してやるぞ。お帰りなさいませ。今回はデビルスイーパーをカスタマイズしてやろう。実はゲームのコントローラーを1台壊してしまって、せっかくだからそのパーツで何かできないかと思ってな。お、なんだこの部品。まあいっか、改造完了だ。すごいぞ。自分で言っといてなんだが、まさか本当に市販のコントローラーのパーツで改造できるとは。もしかしたら私は自分で思っている以上に天才なのかもしれん。そのコントローラーじゃなかった、デビルスイーパーはそれ以上改良の余地はないだろう。私もいい経験になった。ありがとう兄様。お帰りなさい。